どうもこんにちは、そういちろうです。今日はこちらのハッピーセットのシンクリオン Z を開けていきたいと思います。じゃあまずは、これも開けたんですね。これもシールとこうやって開けたんですね。ブラックシンクリオン、ダークシンクリオン。ダークシンクリオンですね。後で説明を。じゃあまずこっちから開けていきます。最初は小町が出てました、うん、そうじゃん、これシール貼ったらすごい時間かかるから、シール貼った後にまた取るか一回。じゃあまずは変形型やっていきたいと思います。小町もダークシンカリオンとこうやってガチャってなる、うん、ちょっと待って、できました。続けてください。こういう感じです。で、カバーがこういう感じです。こうやってね、こんな感じなんだよね。じゃあダークシンカリオンも一回やりましょう。そうだね。ダークシンカリオンもここの、ここの黒いところで、ここのそこではめて、うん、してきました。で、カバーはこういう感じ。こういう感じです、うん、そしたら、じゃあ次はこれペラゲルと同じ大きさなのかな、ね、ちょっと小さい、ちょっと小さい。じゃあ次は開けていきましょう。次はね、なんだろう。お、これは二個系が出ました。二個系ですね。こういう感じです。シール貼んなくては。で、開けると E5 の。こういう。そして、また付けます。これ E235 ヤマンテとね、Z 合体にしてるんですね。なんかあるんじゃないこう。なんとかレンジャーとか、レンジャー隊みたいな感じ。全部なんか揃いました。結構シールが結構大変なんだ、これね。ね、結構こうね、細かいんじゃない。シールはこんな感じです。じゃあシールやってみようか。じゃあシール、ちょっと時間かかるから一回切る。はい、でき、シール貼りが完成しました。こうやってね、 E5 はまだ入ってないんですが、こうやってね、取り返してね、こういうね、一人だけのね、Zのやつができるんです。こうやってできました。すごいですね。そしてまた同じやつに、で E5 をこのダークシンカリオンに一回パーツを外す。そしてで、コマチのやつをダークシンカリオンに、そしてハヤブサのやつをコマチにやって、そしてダークシンカリオンのを E5 にくっつけて、オリジナルのシンカリオンが完成しました。リンク合体みたいですね。これはシンカリオン Z、うん、自分一人だけのね、電車を見てみてください。で、ここに車輪があります。ここに。だから手こぐろがしでも遊べます。はい、もう行かなさい。じゃあ、あとちょ、あとでこの E5 を貼っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。次回はこの E5 で、E5 の、E5 の、こうやってシールを貼ります。じゃあ、じゃあねー。チャンネル登録と高評価。